it! はい、はじめ社長です。今日のセカンドチャンネルの動画はベイブレード X やっていきたいと思います。はい、出ました、デッキセット。ベイブレードってちゃんとした大会になると一つのベイブレードで戦うわけじゃなくて三つベイブレードを作って戦っていくという形になります。そのデッキセットっていうのが新しく発売されました。2種類見ていきましょう。1つ目がこちら BX20 ドランダガーデッキセット。もう初期あったじゃん、ドランソードっていうやつ。僕のもうセットです。増えたよねベイブレード本当に。これね、ドランソードっていうもう初期のね、ベイブレード X の初期のドランソードっていうザ主人公っぽいやつがあるんですけども、いやこれ何なんだろう、それの第2形態なのかな。けどドランってついてるから多分そうなんだと思います。今回のこの一押しドランダガー 460R 新しく入っております。もう第2世代入った。そういうことですよね。多分そうだよね、ドラグーンでいうドラグーンストームの次に、ドラグーンファントムが出たみたいな感じなのでしょうか。知らない人はごめんなさい。僕からしたらもうベイブレード木の宮高尾ですから高尾ね、高尾がもう第2世代勝てない敵に当たったんでしょうね、きっと。アニメで、アニメは見てるんですか？アニメまだ見てないです。見てないけどなんかめっちゃ面白いって話は聞いてて、で多分こういうおもちゃってさ、アニメより先に先行して出るからまだ分かってないと思うんですよ、みんな。なぜこのクロス X 君がこれを使ってるのか見ていきましょう。ラッシュアタック、ダッシュ力を維持しやすいビットと連打力の高いブレードで連続的なエクストリームダッシュと連打攻撃を実現。手数で勝負攻撃タイプだ。一発ドカンじゃないもんね。ソードじゃなくてダガーなんですよ。剣じゃなくてナイフみたいなイメージなのか。細かい攻撃系ですね。ドランダガー攻撃50、6枚の攻撃場で相手を連打することに優れる。連打っていいね。そしてラチェットが460、ベイを低めにセットするパーツ。攻撃をいなしやすい4枚刃を採用。はいはいはい。低めでこうえぐっていくんでしょうね。そしてビットが R。何これ？ラッシュ。10枚刃ギアでエクストリームダッシュの速度を抑える分、ダッシュ回転数を増やす設計。!10 枚刃ギア？普通何枚刃なの？ちょ、数えるね。1、2、3、4。あ、時計の数あるね。普通12枚刃だ。普通より、歯車が少ない分エクストリームダッシュは速くならないけど、ん？どういうことだ？やっぱ12枚刃だったらやっぱエクストリームダッシュの時噛み合う歩数が多いからそのスピードビャーンって上がるじゃないですか。はいはいはい、10枚刃だからそのスピードはなんだ？なんだ？結婚式だ、おめでとうございます。スピードちょっと遅くなったけどその分何回も挑戦できるようになってるみたいな感じなんじゃないですか。なるほどね。わかんないですからこればかりは。スタジアムの歯車変わんないってことでしょ。でこっちの歯車が減ってるとそりゃ噛み合う回数が少なくなります。だ多分エクストリームダッシュの威力は弱くなる。その分ダッシュ回数が増えるのか。なぜだ、やっぱ体力削れるんじゃないですか。あ、エクストリームダッシュ、はい、強制的にスピードダッシュ力あるもんね、はい、じゃああれか、エクストリームダッシュを気軽に使いやすくなったってことか。そうっすね。なるほど、そういうことにしときましょう。であと2つついてます。シャーク H3ATF、 これはもうすでに世に出てるパーツの組み合わせですね。色が黄緑ですごい素敵なカラーリング。そしてナイトシールド5ATT。 このね2つはもともと出たやつとは違うカスタマイズになってて、うん、制作の方がおすすめのカスタマイズにしてるっぽいですね。シャーク H でいう強襲性能を上げるカスタマイズ、ナイトシールドだともう万能になるカスタマイズみたいな。あ、すごい、ちゃんと強いと思われてるカスタマイズされてるんだ。いいね、もうこれ1個で普通にしっかり戦えそうなデッキセットです。そしてこっち同時発売かな、 BX21 ヘルズチェインデッキセット。これがヘルズチェインですね。まあドランソードと対応なしてヘルズサイズってずっといますよね。はい、ヘルズサイズもうずっと環境にいる。やっぱバランスいいんかねこれ。いい感じにいなしそうな刃をしてますね。ヘルズってついてるんでこれの進化版なのかな。ドランザフレームってことですか。ドランザフレームです。スパイラルからフレームになりました。すごいね、釜じゃなくて鎖ってことでしょ。サイズじゃなくてチェイン、何が変わったんですよ。ちょっと読んでいきます。ヘルズチェイン 560HT、 マルチハイト、上段と下段で性能の異なるブレードと中間の高さになるラチェットとビットの組み合わせであらゆる高さの相手に対応。なんかザ・バランス型っぽいな。ブレードがヘルズチェイン、攻撃と防御に優れています。高さによって性能が変わる。
いなす下段刃、そして弾く上段刃の2層構造設計、2枚刃だ。ちょっと実物見てみたいですね。上段と下段で刃が違う役割っぽいです。ラチェットが560、低めの分厚い遠心力に優れた5枚刃。ビットハイテーパー HT、 テーパーより1ミリ高いと。なるほどね。スマッシュ力と持久力を両立していると。なんかすごい万能に聞こえますね、言ってることは。ちょっと実際に使ってみないとわからない。そしてあと2つベイブレードがついてます。ナイトランス 360LF ローフラットのナイトランス、低撃カスタマイズ、低めでえぐり出すカスタマイズ。そしてもう一つ、ウィザードアロー 480N 48 みたいですね。ウィザードアロー稲しカスタマイズ、遠心力の強いウィザードアローブレードに N ビットニードルね、ニードルをセットして傾きながら攻撃を稲し長く回るカスタマイズ。なるほど、ちょっと弱そうです。傾いたら稲すせればいいですけどね。というわけでこの2つ出たので、これで今日は戦ってみたいと思います。タナさん、今日なんか誰かいるんですか、一緒にバトルしてくれそうな人。はい、やっぱハズネさん強くなってほしいんですよ。なのでいつも相手が僕だとちょっと経験が不足かなと。いろんな人とやってみたいです。はい、なので今回はゲストを呼びました。マジっすか。ちゃんと大会にも出ててかなり活躍している方です。え、なんか成績とかもあるってこと？東京近郊というか関東の大会でかなり上位の、はい、マジ？はい、成績を叩き出してる。こわ、そんな人来てくれるんですか？はい、やばいな。もう来ていただいてるので、え、はい、お願いします。はい、こちらの方です。どうも、東京の大会ベスト32の実力者です。こんにちは。お前か！サービスさん、よろしくお願いします。お願いします。実力が本物ですからね。どっち選びます？じゃあこの前にあるこれで。わかりました。じゃあ俺このドランダガーデッキで、サーメさんがこのヘルズチェーンデッキでちょっと対戦してみたいと思います。じゃあまず開けましょう。これ3つで戦う時ってルールどうなるんかね。どうですか、やっぱプロの方詳しいと思うんですけど。その通りだと思います。お前絶対知らないの。すごい、3つ入ってます。これね、3つ入ってるとね、アプリのポイント高いですよ。お、そうじゃん。うわ、俺もやっちゃっていいですか？ふざけんな。スキャンしますね。よし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 、来ました。ヘルズチェインスキャン完了です。えぐ、4000ポイントぐらい入った。やば。よし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 、メインのベイビーレッドじゃない方は組み立て完了しました。めっちゃ色綺麗じゃない。でもなんか鮮やかですね。紫、そして黄緑、黄色、オレンジ。なんかね、仲良さそうな色だね。うん、はじめさんの方のカラーはまたエヴァンゲリオンカラーですね。本当だ、はい、紫と黄緑だ。やっぱエヴァ好きなんかな。じゃあメインのヘルズチェインとドランダが作ってみましょう。ラチェットの色使いからして確かになんか第二形態って感じする。へー、ほら、このカラーリングです。この進化した感ない？ある。それはなんか、それなんか前からあったような色だ。あ、でも後ろ側がクリア。クリアです。あ、本当だ。どうですか？あ、いいっすね。おー、でもなんかやっぱすごいね。あ、なんかすごいね。ちょっとあれ、ブレードも見たい、顔。うーん、おー、ちょっとやっぱなんか元のっぽさはあるけど、やっぱちょっと進化してる感ありますね。うん、ちょっと横から見ても2枚刃なんだって、これ。あー、ほんとだ、なんか段差ができてる気がする。じゃあドランダガーこれです。んで、やっぱ細かいね、ブレードが。うん、めっちゃ小刻みにダガーだね、ナイフがあります。で、これがラッシュ。ここの周りの歯車が普通のビットより少ないらしいです。では、対戦よろしくお願いします。お願いします。公式の大会のルールがわからないので独自に作らせていただきました。先に10ポイント取ったら勝ちです。ここからバンって出すとエクストリームフィニッシュ3ポイント、ここに入ると2ポイント、バースト2ポイント、くるくるくるって止まったら1ポイント。で、ベイビレードはどれ使っても大丈夫です。ただし試合中に3種類全部使ってください。じゃあよろしくお願いします。お願いします。では1試合目のベイビレードをせーので出してください。準備はいいですか？決まりました。決まりました。せーの。はい、はい。お前それディフェンスタイプじゃねえ。あ、でも意外と攻撃だ。俺も攻撃です。これサーベのやつは低撃カスタマイズの方で、はじめさんは新作ドランダガーですね。ドランダガー、新作の力見せてやるぜ。これ負けらんね、やばいやばい。お願いします。はい、せーの、3、2、1、ゴーシュッ。けっ、うわー、これはどうなんだ。サーベどこから出た？こういうとこから出ていきました。エクストリームフィニッシュではあるな。うわ、これ VAR か。これ VAR です。あの、判定させていただきます。お願いします。はい、
はい、VAR の結果が出ました。お願いします。澤部の勝利です。よーし、これ先にバーストしてます。うわ、先に壊れてたのか。はい、惜しかった。すごいな、アタックタイプ同士のベイブレードって感じですね。破壊の戦いだったね。現在サーブが2点。はい、まだいける、まだいける、まだいける。2試合目のベイブレードを選んでください。はい、せーの。はい、俺はこのブドウ組カンパニーでいきます。僕はダークオレンジでいきます。はじめさんの方は万能なベイブレードですね。うんうんうん。で、澤部の方はいなすように作られたベイブレードです。いきます。はい。せーの。3、2、1、ゴーシュー。おー、いなしたぜ。これいなしたとかじゃないだろ。まずいぞ。またもや澤部2ポイントかな。正解。ということで澤部選手4点、はじめ選手0点。ちょっと待ってくださいよ、怒られとるやんけ。次のベイブレードを選んでください。はい、せーの。はい、澤部はまだヘルズチェーンを出さず最後に取っときたいです。いや、はじめさんは新しいやつですね。シャークエッジの強襲カスタマイズ、うん、攻撃タイプだ。では準備をお願いします。ヘルズチェインを出し惜しんでいるの。舐めやがって。では行きます。はい、せーの。3、2、1、ゴーシュー。着地はしていたと思うので、はじめさんに2ポイント。よしよしよし。でもすっげー持久力なかったっすね。ねえねえ、多分ね、もう使いません。一人で走ってカクカクしてたからね。だいたいうちのメンツの戦い方は分かった。次のベイブレードを選んでください。はい、せーの。はい、私は武道組カンパニー。僕はバカオレンジです。さっきはね、サーブが勝ったんだよね。はい、いきます。3、2、1、ゴーシュ。 OK、 落ち着けそうだ。やばい、いい傾きだ。いけ、やばい。あ、はじめ、いける。まずい、ちょっとちょっと押され負けてね。いなせ、やばい。うわー、バカオレンジ。バカオレンジ強し。時給で止まったので1点入ります。なので澤部5点。よし、はじめさん2点。抑えた。では次のウェイブレードを選んでください。はい、せーの。はい、おー、来た。はじめさんが新作のドランダガーで、澤部ここに来てついに現れた新作ヘルズチェイン。大丈夫か、初だよな。痛い目見せてやるぜ。では行きます。せーの。3、2、1、ゴーシュー。外に出たので、はじめさんに2点。よし、追いついてきたぞ。もう使いません。いや、まあ、仕方ください。仕方ください。まだね、実力見えなかったから。はい、緊張シュート見たぞ。次のを選んでください。せーの。うわぁ。まあ、こうなるよね。なるほどな。では、準備お願いします。せーの。3、2、1、ゴーシュー。弱いか。やっぱ攻撃とバランスの戦いだからね。そうね、攻撃がうまくいっちゃうとしっかり着地すれば戦えそうな気はする。はい、ということではじめさんに2点が入るので、なんとここで6対5で逆転してます。イエーイ。ドランダガーちょっといいの馴染んできたかも。うん、なんかドランダガーボールに組み合わせてもいいよね。うわ、強そう。細かいやつね。はい、では次のベイブレードお願いします。せーの。なるほど、そう、確か一番勝率高そうな気がしてる。うん、これ澤部のバカオレンジはディフェンス型なんでね。なるほど。せーの。3、2、1、ゴーシュ。うわー、両方のパーツちゃんと欲しいです。バーストあったので澤部に2点入ります。7対6、澤部また逆転。よし、この子さ強いけどちょっとバーストしがちなイメージついちゃった。ああ、でもな、バースト耐性強いんですけどね、80ありますよ。だからそれ以上の攻撃を食らってる。もうエクストリームフィニッシュしたら澤部勝ちですから。7000なんで。そうじゃん、はい、ここから飛び出たら終わりってことでしょ。うわ、やべえやべえ。では選んでください。はい、せーの。わー、来たか。最後はこいつで。そうだよな、締めたいです。じゃあ行きますよ。せーの。3、2、1、ゴーシュッ。雑の方、今どこから出てましたっけ。ここから出てってました。よし、これエクストリームフィニッシュになるんですか。あ、そうなんですね。ということで、花嫁さんに3点入ります。これで9対7。よし、もう疲れたくないです。花嫁さん、何をやっても勝てば勝利。じゃあ最後の戦いになるのか。最後のベイブレード選んでください。はい、せーの。
ていきましょう。はい、じゃあいきます。せーの、3、2、1、ゴーシュ。いける、いけたということで、勝者はじめ社長、ありがとうございました。澤部との相性悪そうなタイプだったね。ちょっと使ってみていい？じゃあ入れ替えました。入れ替えて、ちょっとこれの実力見てみたい。いきます、せーの、3、2、1、ゴーシュ。うわ、軽いって結構、うん、激しい激しい。でも当たってない。よし、逃げ切った。いやー、ここまで来ると苦しいんじゃないですか。あれあれ、あ、大丈夫？いや、弱いな。ちょっと、こういう感じだよね。序盤逃げ切れれば強いんだと思う。いやでもなんかいいですね、両方めちゃくちゃバランス取れてる。ヘルツチェインと新しい攻撃の手段のドランダガーで、またちょっと大会の環境が変わりそうですね。これ次出る大会大変ですよ。もうね、増えたよね、いろいろ。ちょっとまた機会があったら大会とか出てみたいと思います。以上、今日のセカンドチャンネルでした。ありがとうございました。